おい、なんでのバカ。起きろ、捨てろ。受けるか、逃げるぞ。捕まれ。いいか、俺のそばから離れんなよ。来い。どけどけ。危なかったな。まあ、お嬢、さっきは、その、悪かった。体を触っちまって。しょうがねえだろ。時間がなかったんだから。今日は、ボスたちがいない。アジトのもんもほとんど出払ってる。ふっ、奴ら、どこで知ったんだか。ほら、強がんなくたっていい。震えてんだろ。よしよし。大丈夫だ。とにかく、ここを離れよう。いいんだよ。お嬢は、何にも心配しなくていい。うん。そうだな。あいつら置いてきちまったけど、うまくやってんだろ。どのみち、お嬢の命を守るのが、世話役の俺の使命だ。これから、どこに行くかって。うん、そうだな。争いのない、二人だけの世界。柄にもないこと言っちまった。俺らしくもね。ほら、目的地に着くまでゆっくり寝てろ。害はないから。ほら、じっとして。おやすみ、俺のお嬢。お嬢、起きたのか。具合はどうだ。起きたばっかりだけど、食欲はあるか。寝起きでドロンとした目、かわいいな。あ、ここか。そうだな。昨日言ったろ、争いのない二人だけの世界。誰にも見つからない場所、必死に探したんだぞ。あのアジトよりはだいぶ狭いが、二人で暮らすには十分だろう。金のことだって心配ない。こいつがありゃ、十分やっていける。欲しいもんがあったら、何だって買ってやるから。
遠慮なく言うんだぞ。すまない、昨日逃げるときヘマしちまった。いいんだ、あんなとこにいたら常に危険と隣り合わせだろ。マフィアの家に生まれた宿命はお嬢が思ってるより重いもんだ。昨日みたいにいつ敵対組織の奴らが来るか、クオンの犬ども俺たちを嗅ぎ回ってる。俺はもう耐えられないんだ。お嬢の命より大切なもんなんてない。だからこんな泣くばらち関係みたいなものして幸せにするって決めたんだ。俺なりのやり方で。お嬢、勘違いしないでくれ。俺はずっと前からこうしたかった。俺が初めて屋敷に来た時のこと覚えてるか？お前はボスの何か用かよ。このパンケーキ、俺にくだるった。いらない。それ、お前んだろ。どけよ。掃除中だから。だから構うなって。親に捨てられて、スリばっかりやってるとか、おやっさんに拾われたんだよ。お前とは身分が違うんだ。勝ったら向こう行けよ。違う、これは何でもない。別に腹に、だわ。うま、こんな甘いもん初めて食った。ありがとな。お嬢をこの世界から逃して一生守るって決めたんだ。万が一それを脅かす人間が来たら俺が守ってやるから。愛してる、お嬢。絶対にもう話したりしない。な、いい匂いするだろ。腹減ってると思ってお嬢が寝てる間作ってみたんだ。あん時のパンケーキ、今度はお嬢に食べさせてやるのが俺の夢だったんだ。
くんじゃない。相変わらず、いつまでも子供みたいだ。可愛いお嬢だ。いいんだ。もたれかかった。俺さ、親も兄弟もいない。まともな教養だったね。仇の世界なんて、幸せな家庭なんて、知らずに育った。人を愛するのだって、初めてね。ちゃんとした愛し方なんてわかんないけど、絶対に絶対にお嬢だけは守ってやるから。